皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。初めて奉納戦取ることができました。Eターンできたと思うんで、今年もこのようなEターンをしてお客様を魅了できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。さあ、田頭選手の登場となりました。それではただいまから市長杯争奪ボートレース丸亀大賞琴開く奉納戦黙殺授与式を行います。それでは黙殺と浜屋の贈呈です。ボートレース丸亀競争執行委員長大林悟より黙殺と浜屋が授与されます。さあ、皆様お写真よろしいでしょうか。続きまして浜屋の贈呈となります。続いて副賞としまして琴平宮の御神酒醸造元であります西野金寮よりきらめき金寮純米大吟醸酒が授与されます。はい、大林競争執行委員長ありがとうございました。どうぞご講談ください。ちょっとこれからインタビューちょっといいですか。はい。さあ、田頭選手、新年一走目、レース前どんな心境でしたか。そうですね、まあ今年は A1 に上がって香川支部で、まあ、若手って言ったら中村くん、浜野くんで僕の名前を連ねれるように、はい、頑張りたいと思って、まあ、1走目は冷静にいつも通り行ったんですけど、はい、いいハンドルが入ったと思います。まくり刺していきました。1マーク回った時どんな感じでしたか。はい、気持ちよかったですね。もうこのステージに来るぞっていう思いあったんですかね。そうですね、まあいつも通り自分のターンしてたら入れるとは思ってたんで、はい、あんま深くは考えてなかったです。さあ、新年1走目の白星となりました。さあ、今年2024年どんな年にしていきたいですか。大きく飛躍できる年にしたいと思ってます。はい。何かあれもちろんあれもしたいです。はい、はい、さあ、こうやってステージの前で皆さんに生の声を届けられるってすごい嬉しいですよね。はい、初めてこういう場に立たせていただいてるんで、これからももっとこういう場に出てこれるようになりたいなって改めて思いました。それでは最後にもう一言、ファンの皆様に一言お願いします。はい、不良候補で減点があって予選落ちしそうなんですけど、あの後半のインで逃げたらもしかしたら順位に乗れるかもしれないんで、奮い立たせて頑張ります。応援よろしくお願いします。田頭寅親選手でした。それでは皆様大きな拍手でお送りしましょう。田頭選手ありがとうございました。ご退場です。ありがとうございました。